どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はバスグッズおすすめアイテム、それでは早速スタート。はい、ということで今回は主にバスルームで使うおすすめのアイテムを紹介していきたいと思います。今回は娘ちゃんと一緒に紹介していきます。主にメインのおすすめだね。本日特別出演のまるちゃんを迎えての紹介になります。ザ・リッチモイスト&リペアシャンプーとトリートメント、シルクザ・リッチ、シルクザ・リッチ、シルクザ・リッチです。これはあの格闘家の朝倉未来さんがプロデュースしたのかな。そう、プロデュースしてる、プロデュースしているやつです。これ気になってる方結構いるんじゃないですかね。でこれドンキで2本で、まあ、4000円ぐらい、試供品ついて4000円ぐらいだったの で容量が 250ml だから結構少なめなんですよね。ちょっとお高い、ちょっとお高いけど、まあでもそんなこともないか、ちょっとだけ、ちょこっとだけお高いかもしれない。でこれね、使ってみて思ったのが泡立ちがいいよね。めっちゃめちゃくちゃ泡立ちが良くて、通常使うシャンプーの量の半分ぐらいの量でもいいぐらい、とにかくね泡立ちがいいから、量は少ないんですけど結構持つよね。結構持つよ、うん、結構持つし、トリートメントも結構少量でもしっとりする感じっていうのが一つと、うん、もう一個がとにかく匂いが残る。めっちゃスキンメイン匂い、これ、うん、匂いがね、ゴールデンペアフリージアの香りって言って、香水みたいな匂い、うん、香水みたいな香り、ちょっと上品な感じの匂いだよね、うん、匂いで、まあ男女ともに好きそうな匂いですね。見た目もさ、めっちゃシンプルでね、デザインもいいのと、あとさ、これ下に出るタイプなんですよ。こっちから出るタイプだからあれだよね、少なくなった時に、そう、あれ少なくなっても普通にこうやってやれば出るもんね。そう、普通にこっちだから出ないけど、最初買おうと思ったけど売り切れちゃった、うん、これ使ったことない方使う価値ありです。おなじみ、前の動画でもあのメイのおすすめとして紹介した、なんだっけこれ、オルビス、オルビスのヘアグッズなんですけど、ヘアウォーターと、うん、ヘアミルクとヘアマスク、そう、前はこれを紹介したんですけど、私の動画を見てくれた方も買ったみたいなだったんですけど、めちゃくちゃねパサついた髪もまとまってすごい良かったということです、うん。しかもね、あのコスパもいいんだよね、1000円とか1000円、これも全部1000円で、これもね、洗い流すタイプなんですけど、めちゃくちゃしっとりするよね。めっちゃいい。私昨日使ってないからボッサボサだけど、本当にこれね使ってるのかって、使ってる。これもうね、毎日は使わなくていいよね。目も2日に1回か3日に1回とか。これもコスパいいからね、髪の毛めっちゃサラサラになる、それ、うん、全然匂いほぼ無臭だよ。無臭ではないね、まあでも変な匂いじゃないよね。一切でも全然ヘアミルク系とか、うん、ヘアトリートメント系だったら本当に匂いのない方。美容室行った時に美容師さんがヘアミルクだけじゃなくて、あのドライヤーの前にヘアウォーターをした方がいいっていうのを言ってたので、プラスオルビス買いました、うん。ダーブのクリーミースクラブ、うん、これなんか香りいろいろあるよね。めっちゃいろんな色があるけど、なんかインスタとかで TikTok とかこの色がいいっていうの、ザクロミルク、うん、ザクロとシアバターめっちゃ使ってても、ほぼスクラブだからザラザラする感じのやつよね。そう、ザラザラを取るような、ザラザラを取る、こういう手腕とか足とかにやる、これもアカスリ的な、でもマッサージしながらやるとお風呂上がりほんとサラサラになる。なんか若い子に人気です。めっちゃ人気、これ、うん、ぜひぜひ。じゃじゃーん、ギフトセットみたいになっている、レリシアの入浴剤バスボムですね。可愛くないですか。レリシアのバスボムね、これは12個セットになっているものです。可愛い、中もちゃんとクリスマスプレゼントみたい。ギフトセットこうラッピングされているので、まあプレゼントにもねいいしね、お祝いとかね、うん、開けていい、うん、開けるだけでさ、ワクワクするね。え、すごい本格的じゃない？めっちゃしっかりしてる。しっかりしてる。これ巻くてん。うん。ビヤーン。え、かわいい。なんかサーティワンみたい。ね、サーティワンみたい。じゃん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 。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。通常のバスボムより結構大きいね。ジャスミンの。え、めっちゃかわいくない？
ルリシアのバスボムはデリケートな肌質にも安心の成分のみを使用してて、申請許可が必要な化粧品として輸入してるみたい。国内での厳しい検査を全てクリアし、化粧品として販売許可が下りてるみたいです。え、やばいよ。だってバスボムだけだと2980円、でこう手下げとかのセットで3310円だから、普通さ、セットにいいね、普通これ1個で500円とかもっとするよね。それがこんだけセットでこの価格ってのはマジ安くない？しかもかわいい。ストロベリーってあんまりなくない？ね、グレープフルーツも初めて聞いた。はい、こんな感じで早速ね、入れてみたいと思います。シャコン、でかいね。ふわ、すべ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 、やっぱ成分がいいんじゃない？どっか行っちゃった。まだ結構でかかったのにさ、結構もう色変わってない？量が多いね。こっち変わってきてる。はい、ということで今回は、レディシアの入浴剤とその他おすすめの、バスアイテムを紹介しました。いかがでしたでしょうか。レディシアのバスボムは概要欄に URL を貼っておくので、気になった方はぜひね、ご自宅用にもギフト用にもおすすめなので、ぜひ使ってみてください。でその他、オルビスのものとかは薬局とかに売ってるよね。全部薬局、薬局とかドンキとかに売ってるので、ぜひね、見つけた際は購入して使ってみてください。使ってみてください。使った結果とかもね、コメントでシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。